ございます。2021年6月11日金曜日朝5時40分の波状況です。風の方がちょっと東南東ぐらいな風でちょっと温床は気味で面が少し悪い感じになってます。天気の方は曇りベースの晴れ、気温の方は20度です。まあ途中来る途中ちょっとだいぶ潮切りみたいな感じだったんでそんなに風影響ないかなと思ったんですけど、結構な感じで風まあくらっとるっていうか、まあ影響はあるなって感じです。まあ波の方は、まあ、昨日とそう大して変わらんですけど、まあセットで桃腰ですね。でもうインサイドのブレークって感じになってます。ちょっとね釣りの方がね意外といるんで微妙なんですけど、いいところにね釣りがいるんですよね。ちょうどで、まあ、こんな感じなんでとりあえず週末の波予想行ってみようかと思いますけど、今日は無音で行きますというわけでどうぞって言ってたらセット入ったわ。いや今日もイケメンですね。
まあそんな感じで、いつもあの波予想をしてるやつを流しましたけど、まあ多分ね、明日っていうか今週末ね、土日こんな感じですわ、今日みたいな。なんでもう期待はできないと思います、おそらく。でも毎回言いますけど、本当外したらごめんなさいって感じなんですけど、まあ潮の加減でまあやれる時間帯はねあるかなとは思うんですけど、まあそこまで期待はできんかなって感じですね。で風の方もまあ強、まあ中途半端な微妙な感じです。オフショア、うん、オンオンかな、サイドオンぐらいな感じで、まあ、4メーター、マックスで4メーター、5メーターぐらいだと思うんで、まあ、まあまあ微妙だと思います、本当に。というわけで、そろそろバッテリーも終わりそうなんで、朝の波状況の方ね、終わろうかなと思います。乗ってそろそろ乗って、いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた。